赤島シしメヘマタイロビーチャニーグラウルーファは刺し亀科のムシの一種。黒の地色に赤い斑紋があって美しい。地上性で安出る食う。体長12ミリメートル程度のカメムシで、黒地に赤の斑紋があって美しい。頭部は黒く、先端は尖っており、側面にある複眼はよく目立つ。触覚は四節からなり、全体に黒褐色でその側面に剛毛が多い。 触角は、第一節が一番太く、第三節は二個の小節に分かれ、第四節は四個の小節からなる。全凶節は、朱ニ色で光沢があり、中央部ではっきりとくびれ、中央部分には十文字の乾物部があり、また後半部の両側縁沿いには縦向きの乾物部があり、それらは黒くなっている。小立て板は黒く、先端は多少赤みを帯び、 また先端部は二つに分かれている。前肢はほぼ腹部の末端に達する長さで、前半の鞘上部の前の円素糸、後半の膜質部に接する部分とが、シュベニ色になっている。腹部の側面、畳んだ前肢の横にはみ出すキチン板の部分は、前半がシュベニ色で後半が黒になっており、見た目では横縞模様に見える。腹面はほぼ黒であるが円と中央部分が赤みを帯びる。 ふわしは赤みを帯びた黒色で、第一脚の桃節が特に太くなっている。地表性の差し紙で植物の根元や石の下から発見されることが多い。安出類をよく捕食する。本種を含むビロード差し紙赤の差し紙は安出類をもっぱらいものとする。日本では本州、四国、九州、伊豆諸島、津島、域に分布し、 国外では朝鮮半島と中国から知られている。琉球列島の石垣島と与那国島からも記録はあるが疑問とのこと。同族のものとしては日本では首黒赤刺し亀エッジでディビュッタは本種にとてもよく似ているが全境の前半は黒い。足まだら赤刺し亀エッジルベスセンスは体色の赤がより鈍い色でまた不足にまだら模様がある。 どちらの種も数は多くなく、本種の方が、はるかに普通である。他に、津島に津島赤刺しメエッジルーフオーソラックスがあり、もちろん本種に似てはいるが、腹部の幅が広いことと、通常見られるものが、単羽型であり、羽の幅も狭く、長さも腹部の半分ほどしかないために判別は容易である。もちろん分布域の問題もあり、日本本土では、この種は見られない。 その他、基本的には、反問で区別ができて、本種の特徴は、頭部は黒、全胸は全体に、赤、腹部側面は、赤と黒の島、ふ足しは、黒、の組み合わせである。名前の上では、島刺し亀スフェダーノレスティーズ・インプレッシュカリスに、似ているかのようだが、この刺し亀は、細身で黒と白の島模様となっており、また草や、低木の上に生活するものなので全く似ていない。 以下、主として、石井ほかへん、P248 安永ほか、P170 安永ほか、P170、石川ほか編 P 二 P234 この子、石川ほか編 P 二 P236 ここまで、石井ほか編 P 二 P248 から249安永ほか、P170、石川ほか編 P 二 P235。ありがとうございます。